頭を離れたをれ小川未明三郎は往来で犬と遊んでいるうちにふいに自分のかぶっていた帽子をとってこれを犬の頭にかぶせましたポチは目が見えなくなったのでびっくりして後ずさりをしました それに、坊ちゃんの大事な帽子を汚したり、痛めたりしては悪いと思ったので、遠慮するように見えたのであります。ポチ、帽子をかぶって歩くんだよ。と、サブローは言いました。私は帽子はいりません。と答えるように、ポチは、 おをピチピチと振って帽子を頭の上から落としました。サブローは嫌がるポチの後を追いかけて今度は無理に帽子を頭からかぶせて「お前にこの帽子をやるよ」と言いました。すると今度はポチは喜んで。 もう誰にも遠慮もないと思ったごとく帽子をくわえて飛び上がりながら駆け出しました。お待ちポチお待ち。と言って三郎はその後を追いましたけれどポチはさっさと帽子をくわえてどこへかってしまいました。サブローは、 後悔しましたけれどしかたがありません。ポチはぼっちゃんからぼうしをもらってうれしくて身の置きどころがないように方うへぼうしをくわえてかけまわっていました。しかしいくらうれしくても犬にはぼうしのひつようがなかったのでした。こうして 帽子をくわえてあそんでいるうちにふとポチはノネズミか何かを見つけました。彼は帽子を口からはなすと今度はノネズミをとらえようとしておいかけました。ノネズミはよっぽど犬より利口ですばしこかったので小さなからだを 株のあたりにひそめたかと思うともうすがたはみえなくなってしまいました「あいつどこへかくれたろう」とポチはあちらのきのしたやこちらの草の根をわけてさがしていましたがついにみつからないのであきらめてつまらなそうなかおつきをして おうちを思い出して帰っていったのです。道の傍らに小学生のかぶる帽子が捨てられて落ちていました。そこへ帽子を持たない甲府が通りかかってその帽子を見つけました。こんなところに子供の帽子が落ちている。 友達同士で喧嘩でもして捨てたのかなと言って拾い上げました。子供のでは俺の頭に合うまい。と言いながら自分の頭に乗せてみました。すると帽子は頭の半分ほど入ったのです。甲府は、 子供の帽子をかぶって道を歩いたのでした甲府は野原の中に立っている電信柱の上で仕事をしていました故障のある箇所を修繕したのですしかし下を向くとちょっと頭にかかっている帽子がなんだか落ちそうな気がして 気にかかったので彼は頭から帽子を取って電信柱の頂にかぶせておいたのです彼はタバコを飲みたいと思ったけれど我慢をしていましたそのうちに仕事が終わったので甲府は急いで降りてタバコを飲みました そして、帽子のことなどを忘れていました。しばらくしてから思い出したが、わざわざ上がって、役にも立たない帽子を持ってくる気になれなかったのでした。風が吹いたら、そのうちに、一人でに飛んでしまうだろう。 とそんなくらいにしか思わなかったのです。電信柱は頭に今までかぶったこともない帽子をかぶされて迷惑しました。彼自身には手がないからそれを取り払うことができなかった。そして今まで遠方を見回したのに今は めくらになったと同じく何も見られませんでした。なんで私にこんなものをかぶせたのだろうほかにいくらも帽子を欲しいと思っているものがあるのに。と無用なことをするものだなと腹を立てたのでした。 だれか、この邪魔な帽子を取ってくれないものかな。と、電信柱は、独り言をしました。しかし、風よりほかには、かれのうったいを聞くものがありません。風さん、風さん、あなたの力では、この邪魔者を取り去ることができませんか さあひとつやってみましょう。と風はこたえて電信柱にかぶさっている帽子をふきとばそうとしました。けれど帽子がちょうど柱にはまっていると見えてなんの役にも立たなかったのです。 電線に止まったおしゃべりのすずめは、柱が妙なものをかぶって困っているのを見て、ちゅうちゅう笑っていました。ある晩、月は、この不幸な電信柱を慰め顔に、もう少しの我慢ですよ、と言いました。 ある日のこと、空に、鋭い羽音がしました。電信柱は、もう秋になったから、いろいろの鳥が頭の上を渡るけれど、こんなに力強く、羽を刻む鳥は、何の鳥であろうと考えていました。それは、わしでありました。 光る目で下界を見下ろしながら飛んで行くうちに、わしは電信柱のかぶっている帽子を見つけて、つーっと降りると、それをさらって行ってしまったのです。電信柱には全く思いがけないことでした。初めて夜が明けたような気がしました。 その後、サブロも、犬も、甲府も、そして、電信柱も、この帽子の行方について知ることができなかった。ただ一人、月だけは世界中を旅しますので、それを知りました。帽子は山の林のわしの巣に持って行かれて、 その中にサンバのワシの子が入って暖かそうに巣から頭を出していました。おしまい。